はい、それでは参ります。では演奏中ってどういうことが頭の中に浮かぶんですか？はい、そうですね、それはもうはっきりしたこう風景であったり、なんか人がなんか喋ってるとかであったり、または全然こう言葉に表せないようなもっと抽象的なことであったりするんですけど、なんだかそういう曲のイメージみたいなものが、言い表すのは難しいんですけれど、そういうものを想像して弾いてます。そうですね、それ曲によってまた場所によって違うんですけど、例えばなんかどんな男の人が出てきたりとか、もっとパガニーニだったりするともっとなんかオペラみたいな、そういうイメージがバーッと浮かんできますね。パガニーニの場合は特にこうそういうのが浮かんできて、こうここは何でしょう、すごくアリアみたいな感じだったりとか、ここはなんか口論みたいなしてるのかなとか、ここ小人が出てきてとか、もっとでも現代のものとかもっと深い、深くなってくるとまたもっとすごく複雑になってきて、そういう実在のそういう人物じゃなくて、もっとそうですね、なんか人間の終わりとか、なんかすごく人生のそういう経過とか、まあ、盛りとか、そういうもっともっとこう大きくなってくるんですけど。
私の一番好きなのはジェネット・ノブっていうフランスの女流演奏家なんですけれども、彼女は本当にこう演奏を聴いてても本当にこう音楽を聴いてるっていう感じがしますし、すごいどっちかというとすごく情熱的な演奏をなさる方ですけれど、すごくそうですね、本当に入り込んでいける演奏だと思います。彼女のようにやっぱり音楽自体を伝えていきたいと思いますし、それでいてやっぱり今までにないというか、まあ、うん、私なりのそういう私だからこう表せるようなこともやっぱり、うん、自分の個性っていうか、まあ、そういうのも大切だと思ってます。決してそれが出過ぎちゃいけないと思ってますけれど、そのバランスが難しいところですけど、バイオリンっていう楽器はすごくそれこそ本当に自分の命と同じぐらいもっともっと大切なものですから、本当に自分のこう、本当にこう心から可愛がってあげないと、楽器も結構わかるんでこう弾いてて、そうですね、まあ、そういう相性とか人間みたいな部分もあると思います。楽器はすごく感じやすいですし、そうですね、今一緒に生きているというか本当に命があって、それに私が魂を吹き込んでっていうか、それなりに少し時間がかかるんですけれど、
入り込んで、私っていうこの体と人間はもう本当になくなってしまって、本当に音楽の中まで入り込んで、お客さんにその音楽自体を聴いていただきたいっていう気持ちもありますから、それには自分自身が入り込んでいかないと、多分お客さんにも無理だと思うんで、まだ難しいですけど。チャレンジの